日系アメリカ時に立ち退きを促す刑事。アーカンソーで収容された少女が学校へ通うところ、1943年。第32代、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト、大統領令9066号、通称、防衛のための強制移動の権限は、第二次世界大戦中の1942年2月19日に、 アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトが署名、発令した大統領令。これにより特定地域を軍管理地域に指定する権限が陸軍長官へ与えられた。結果として大統領令9066号は日系人の強制収容へ道を開くことになった。日本からはアメリカ合衆国への移民は1880年代より 開始されたが、制限や排斥を受けつつ、1924年の、いわゆる排日移民法の制定まで続けられた。それらの日系人は、ハワイと西海岸に居住していた。1941年12月7日の真珠湾攻撃により、日米両国が抗戦状態となった。そのため、情報活動の阻止や軍事活動への妨害阻止を名目として、 1942年2月19日に大統領令9066号が発令された。この大統領令により特定地域を軍管理地域に指定する権限が陸軍長官と軍に与えられた。軍司令官が必要と判断した場合、国籍や人種の指定はないが、司令官の裁量により指定地域からは立ちのかされる。合衆国西海岸が 軍管理地域に指定され、敵となる外国に祖先を持つものである日系人が立ち退きの対象となった。指定地域以外の東海岸居住の日系人は本大統領令の対象とはなっていない。この大統領令は日系人の強制収容につながった。西海岸では1942年3月2日の軍管理地域指定に伴い日系人の立ち退きが求められたが、 それは、父として進まず、3月29日から、強制収容が開始された。戦争中、約12万人の日系人が、強制収容所に収容された。彼らのうち、62%が2世あるいは3世で、あり、残りは数よだった。西海岸とアリゾナ州南部で、すべての日系人が立ち残されたという点で、日系人ほど大きく類が及んだ集団はない。これについて、 カリフォルニア州司法長官があるレンは白人ならばまだ彼らの忠誠心を試す方法もあろうというもの。しかし日本人とあらば話は全く別である。と述べた。ハワイでは14万人の日系人がおり特に危険と目された人物だけが選択的に収容された。イタリア系及びドイツ系アメリカ人も強制収容を含めこれらの拘束の対象になった。 ドイツ系の場合1万1000人、イタリア系の場合3000人が収容され、それにはユダヤ人亡命者も含まれていた。収容されたユダヤ人はドイツから来たもので、合衆国政府はユダヤ人とドイツ人を人種的に区別しなかった。ヨーロッパ系の強制収容者のうち一部はごく短期間で解放され、それ以外は戦争終結後まで何年かを拘束されることになった。 数では劣るものの、日系人収容者同様、特に子供には合衆国市民権を持つ者がいた。他数軸国側の2.3の民族が強制収容された。陸軍長官ヘンリース・スティムソンが強制収容者の移動、食料、住居、その他の便宜について責任を負う立場にあった。FBI 長官、ジョン・エドガー・フーバーは強制収容に反対していたが、 それは合衆国憲法に照らしてというわけではなく、スパイと応募しき者たちは、真珠湾攻撃の直後に FBI がすでに拘束してしまったと考えていたためである。ファーストレディのエレノア・アルーズベルトも大統領令9066号に反対していた。彼女はそのことをプライベートで夫にたびたび訴えていたが、署名を思いとどまるよう説得することはできなかった。 収容された日系人は裁判を起こし、大統領令9066号の適法性について司法の判断を求めた。1944年12月18日に、これまついアメリカ合衆国事件及び、遠藤密輸に関する判決がで、大統領令による立ち退きは合法であるが、合衆国に忠実な日系人の強制収容を行うことはできないとした。 なお、この前日の12月17日には、1945年1月2日をもって、強制立ちのきを解除することを布告している。ジェラルド・アール・フォード大統領が内閣室で、大統領令9066号の終了を確認する布告に署名大統領令9066号は1976年2月19日、第38代大統領ジェラルド・アール・フォードによって、 廃止された。1980年、第39代大統領ジェミー・カーターは、戦時における民間人の転従、抑留に関する委員会を設置する法案に署名した。クリックは、大統領令9066号とそれに関連する戦時中の指令、それらが西部の日系人とプレビロフ諸島のアラスカ原住民に与えた影響について、 政府の公式調査を行うよう命じられた。1982年12月、クリックは拒否された個人の正義と題した調査報告書を発表し、日系人の監禁は軍事的な必要性によって正当化できるものではなかったと結論付けた。報告書はまた、監禁の決定は人種的偏見、戦時のヒステリー、政治的指導力の誤った発露に基づくものだったと。 認定した。委員会は、連邦政府による公式な謝罪及び各存命者への2万ドルの賠償を含む保償に関する立法を勧告した。そしてこの過ちを繰り返さないよう、公的教育基金が設立された。1988年8月10日、クリックの勧告に基づき、市民の自由法が第40代大統領、ロナルド・レーガンによって署名され、成立した。 1989年11月21日、第41代大統領上司 HW 部首は1990年から1998年にかけての支払いを保障した歳出法案に署名した。1990年、存命中の元収容者に対して賠償金の支払いが開始され、また謝罪の書簡が届けられた。ありがとうございます。